平成24年台風第16号は2012年9月11日に発生した台風。アジア名のサンバは2006年台風1号でリタイアしたチャンチーに代わりこの台風で初めて用いられた。マカオの名所セーポール天守堂跡から付けられている。進路図9月9日にパラオ製法で形成が始まり、9月10日早朝に熱帯低気圧へと成長。 同日、合同台風警報センターは、熱帯低気圧発生注意情報を発令した。熱帯低気圧は9月11日午前9時に、カロリン諸島の北緯9度25分、統計134度00分において、台風となって、北西へと進んだ後北に進路を変え、9月14日には、中心付近の気圧900ヘクトパスカル、 中心付近の最大風速55メートル、最大瞬間風速80メートルの猛烈な台風となってフィリピンの東の海上を進んだ。9月13日には955ヘクトパスカルだった。中心気圧が24時間で55ヘクトパスカル下がったことになる。沖縄気象台は最大瞬間風速70メートル、最大風速50メートルが予想されるとして、 先の台風15号に続いて最大級の警戒を呼びかけた。台風は日本に接近するに伴い若干勢力を弱めたが、大型で非常に強い台風のまま15日夜には沖縄本島の一部が暴風域に入り、16日朝7時半に中心部が沖縄本島を通過、鹿児島県や熊本県、長崎県などを暴風域に巻き込んで、 九州の西の海上を北上した。台風は17日午前11時半ごろ、大韓民国の景勝南道南海軍から朝鮮半島に上陸、半島を北上して、同日夜に日本海へ抜けた後、18日午前9時に温帯低気圧となった。台風により沖縄地方から近畿地方の太平洋側にかけて大雨となった。 9月15日0時から19日24時までに観測された被災大風速は、鹿児島県大島郡与論町与論島で42.1メートルとなり、観測史上1位の値を更新したのを含め、被災大風速は4地点で観測史上1位の値を更新した台風の接近、通過が年間で最も潮位が高い秋の大潮の満潮時間帯と重なったため、那覇市や長崎市など、 九州、沖縄地方を中心に過去に記録した最高潮位を上回る高い潮位を観測した南レーテ州で釣りに出かけていた70歳の男性が死亡した。マニラ市と県各地で浸水し、ケソン市とサンフアン市の14村で100家族以上、約400人が避難した9月16日、沖縄本島付近の台風16号を沖縄、九州近畿中部台風に向かって吹いた。 湿ったハエの影響で台風から離れた場所でも、強風、大雨となり、18日午前8時台には、落雷により、中部電力の電圧が降下し、工場生産等に影響した。温帯低気圧に変わった後も低気圧や、それに付随する前線に向かってのハエの影響は続き、大雨となった。北陸、東北ハエによる、フェーン現象で、17日は、 北陸を中心に気温が上がり、新潟県上越市大型の最高気温が、摂氏37.6度、富山市で摂氏36.8度となるなど、大型を含む23地点で9月の最高気温の記録を更新し、さらに翌18日は、東北の日本海沿岸にも広がり、新潟県体内市中城で摂氏37.5度、秋田市と青森市で、 接種36.1度になり、これら3地点を含む78地点で9月の最高気温を更新するなど高温が続いた。965ヘクトパスカルの強い勢力で上陸。大韓民国では台風の影響で航空機や船舶が欠航したほか、洪水警報、注意報が発令されて一部の住民が緊急避難した。また、各地で 浸水や山崩れなどが発生。さらに50万7000戸が停電した。50歳の女性が地滑りで死亡し、一人が別の地滑りで負傷した。落頭校が氾濫し、中流の継承北道西州軍西周遊の300世帯が浸水した。ウラジオストクの10以上の街路で浸水した。ありがとうございます。